皆さんでサンクチュアリ見ました。 あれ、アンチポリコレですよね。あポリコレの結構嫌味が入ってるなと思って、ネットフリックスなりの。ああ、なるほどね。まず、あの最初出てあ、ね、ネタバレやらい人ちょっとあれで欲しいんだけど、女性の記者が、うん、女が土俵に上がれないとか、まあ、相撲のドラマなんですけども、ちろん女が土俵に上がれないとか、おかしいげじじじ、えーっと、男女差別ですって最初言ってたあの、彼女が、うん、だん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 そういうことに対してのリスペクトを示すようになるじゃないですか。はいはい,はいはいはい。あるいはあの、主人公のお母さんの横についてる、うん、なんかよくわかんないアメリカ黒人の米兵みたいな あれ、明らかに国人バカにしてますよね。は確かに。なんかね、要所要所に、たかま、まず、始まったところで、結構、最初の暴力シーンと結構えげつないじゃないですか。はいはいはい。で、あれで、わわって思ったんですよちょっと。結構あれやな、みたいな。攻めてんな。ガチやな、そう、攻めてんな、と思って。最初から相撲協会には、何も言わずに始めたらしいあやっぱり。僕、でも国技館で撮影はできたっていうことは。じゃあ、れ全部国技館作ってんのえ、そうなんですかそうだよ。そうなんですかそうだよ。そこ知らんかった。 <laughs> <laughs> だってどう見ても国技館っぽく見えたから、あれこ、あ、でも僕ら国技館って、箱としてはプロレスとかにも貸したりしてるじゃないですか。うん、だからそれと同じので、別に僕、国技館と相撲協会も、もちろんかなり一体なんだけど、東京ドームと読売巨人ぐらいの感じで、別にお金がないばいや、今違うんだよ。東京ドームは読売巨人軍が3割出資してるからね。で、いや、そうなんですけど、完全一体でもないのかなと思ったら、これ借りたんかなとかと思ったりとか。違います。確かにあの。あれ全部作ってます。 まあまあ、中身的に言うと、相撲協会の指示とか協力へながらだと、後から怒られそうな感じなとこいっぱいありますもんね。まあ、だけど、八角親方は、見てるらしいよ、はい。<laughs> でも、あれ、あれでも僕思ったんですけど、うん、あれ絶対新弟子増えますよ。いや、増えてるよ、うんい。いや、実際増えてるんですか俺だって、朝稽古見に行ったもん、<ー>この間初めて。あの、かわいがりとかやっぱあるからね。はい。普通に血とか流れてるからね。あれ、毎日やってんだと思って、すげえなと思って。で、僕最近、だからあの、ガガマルっていうなんかポーランド人。はいはいはい。あ、してます、はい 相元にも外人、うん、がそのーサンクチュアリーをもう一個ロシア人のやつと二人で、うん、外人力士の OB 同士が、うん、これどこまで本当嘘みたいな。うん だ、とりあえずやっぱ親方にああいう口を聞くのはありえないとか、うん。もうあんなん、もう見ててぞそわそわすると。なんか、<laughs> バシンって頭やったらないかんみたいなぐらいにそわそわするとか<ー>。だけど、あの、監督は言ってたんだけど、まあ、7割ぐらい朝青龍らしいよ。<laughs> キ,ャキャラ的には。あ,<ー>あとね、北尾って力士がい知ってる。はいはい。してます。あの、脱走して、あのー、 そうそう,そうそうそう。おかみさんを殴って脱走した人。最後なんか二グ黒っていう、あの、骨んになるんだけど、のその後、脱走してレスラーになった人、そうそうそうそ、うそうそう、とかの要素が入ってる。ああ。だま、いや、なんかわ、僕ら、相撲の世界知らん人が見たら、ま、ないではないよな、っていう、大体こんなもんやるっていうふうに見えますけどね。そう、いやいや、なんかそうらしいよ。だからすごい取材をして作ったんだって。うん。すげえ面白いよね。だからなんか最近やっぱ僕、ポリコレとかの、なんかムードのだいぶ、 でも、もまだね、続編作られてないらしいんで。あれつ、なんかすっごい2年、2、3年2年, ?2 年、2>, 2年。とか、肉体改造から。だから、相撲部屋に弟子入りして役者の人が、最大5 0キロ増量したんだって。うん、あと、元力士も混じってますよ、ねうん。あと、股割りとかしたんだって。あ,<ー>あれなんか、股割りとか、要は剣をもう切ってる。うん、だから、ブチブチブチとか言うらしくて、ある日、<laughs> いややっと股割りできるようになりました、みたいな。 バチバチバチみたいな。いや、なんか、ああいうのってどれぐらい。 そのコンプランス的なチェックが、ネットフリックスのその本社の方からあんのか分かんないけど。いや、一応なんかその、栄養士とかをつけて、はい、その、健康的に太らせるっていうのをはい、やったらしいですい。それも僕もなんかメイキング見ました。うん、ハリウッドにそういう会社あるらしいっすね。肉体俳優の肉体かで、減量までサポートするっていう。うちゃんと戻れるように。はい、そうじゃないと、後から多分訴えられた失礼なかだから、その、でも2回目をやる,やるかどうかっていう意味で言うと、はい、またあの、2年かけて太らせて痩せるのかっていう。多分分出演者半分ぐらいいい入れ替わっっててやりたいっていう人と さすがにもう勘弁してくれみたいな人となったり、うん、まあでも親方は買わなくていいじゃんビールだけそう <laughs> 親方は別にあのトレーニングしなくていいあとは <laughs> <laughs> あれだからすごいあと出演者最初 必ず撮影に専念できるように、どんな長役でも月40万か50万かなんか。そうそうそう。だからあれ、メインキャストはもっともらってると思うよ。数千万のギャラだと思うよ。うん、でもそ、その代わりそれ以外のことっていうか、全生活をとにかくもう、役っていうか、相撲に本当に。いや、だから本当相撲部屋に、だから次は、あれ言うても、三段目優勝で終わってん,んはい。はい。はい。だから、次は、要は、関取になるわけですよそうですよね。だからもう、幕内力士とか、体つき全然違うらしいの、ね、いはい。はい だそのリアリティを出すためにはもっとトレーニングをしなきゃいけないからそれはちょっと無理ゲーなんじゃないか説もあるわけで,あで,も,でも今回のを見て出てもいいよって思った人もいると思うけど少なくとも猿、NO、王はいなきゃだめじゃんそりゃそうでしょでもなんか一ノ瀬るさんなんかそのシーズン2やる気満々みたいな。 あ、そうなんなんか、メイキング見たらいや、<の>いやりやり、まあ、それぐらいの感じでシーズン2もみたいなぐらいのこと、うん、でも、シーズン2本人やるとしたら、相当体作んなきゃいけないよ。そうでしょうね。うん。いや、だから、あれで思ったのは、やっぱ新日本相撲協会やりたいな。<laughs> これまた見出しになりそうな <laughs>。新日本相撲協会やりたいな <laughs>。も僕もすごい思ったの。単純にただなんだろう。 相撲ってめちゃくちゃ分かりやすい格闘技じゃん。いや、だからあれはすごいコンテンツだ。でも実際にアメリカで人業とか元力士が、なんかあの、あけぼのとかがアドバイザーになってやってんだって。えそうなんですかそう。さもう。回ってんだよ。プロレス団体。そう,そうそうそう。へえ<ー>。新日本プロレス、あの、いや、相撲協会。<laughs> 新規参入。朝昇竜理事長とか。でも、でも俺、ね、本当 感情移入して乱したらあんなにワクワクス,スリルなでしかもダラダラやらないしそ<う>なんかすごいネット向きな気もししますしネット向きだよ。うん あ、だから、ちゃんと、煽り位とか作ったら、もっと分かりやすくなると思うよ。ね、プロレスとか、いわゆるそういう格闘技よりも、そういう意味では分かりやすいっすよ、ね。誰がどう見てもだ、どっちが強かったのあ、うん、で、著作権とかねえからな。あ<ー>あ。のフォーマットに著作権なんかないから。確かに。全く同じ土俵を作って、全く同じフォーマットで、全く同じようにやっても、誰も文句言えねえから。そうですよね。確かにそうですよね。うん、まあ、その時に曲げを言うとかどうかとかったら、また脇に置いて、だけど。まあ、曲げ言ったって別に怒られる理由ないし。別にカズラだっていい。<laughs> <laughs> カツラが取れたりするな <laughs> いやだけど、いいんだよ。うん。だから、全くあのフォーマットに著作権はないから。新日本相撲協会でいいん <laughs> で、どっちが盛り上がってる方が勝っちゃうからさ。<laughs> いや、そう思います。うん。ね、あれだから俺サブスクだけで全世界で1000万いくと思うよ。 はいなんかペーパービューでとかで駆け相撲とかもしてもいいかもしれないですもんねもちろんもちろんめっちゃ盛り上がると思いますけどねあれいやだから,らそうそう賭博合法なあのオンライン賭博合法な国でライセンス取ってもうめちゃくちゃ受けるでしょで円を見てて思ったのはあれは結構ほらインタビューで煽るじゃないですか、うん、もうでも NHK の相撲中継見てても全く力士のインタビューって基本全く面白くないじゃないですかそうあれもっと煽ってもいいですよねそうだから煽りり V とか <laughs> まあなんか品格がとかって言われるかもしれないけど、うん、だって関係ない こっちはこっちは品格は品格は大したことないですみたいな <laughs> でも僕やっぱずっと昔から電気グループのピエルタのファンだけど途中で「 <laughs> あの、言ってたじゃないですか。うん、俺さ、あいつの相撲見てて、ここが湧いてきちゃったんだよ。そう,そう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 。<laughs> それは品格も大事だけどさ、って。勝手なんぼじゃんみたいな。<laughs> <laughs> なんかすげえ熱く語ってのめっちゃ、あっそうだよ、ね、いや、だから、<laughs> やっぱ、今の相撲は、この間久しぶりに俺本場所見に行ったけど、はい、やっぱ湧かないのよ。うん、これぜひ、この後見たことない人は、朝青龍対白鵬の優勝決定戦を見てほしいんですよ。YouTube で、朝青龍対白鵬優勝決定戦 決定戦で出てくるんだけど、14勝1 場合とかで最終的に千秋楽で朝青龍負けて優勝決定戦になる時がある、うんうんあ。並んでお互いにね。はい、この時の朝青龍の気迫めちゃくちゃ面白いから。だからいわゆるあれですよねプロレスでいうヒールを朝青龍が引き入てくれっつだけじゃないですか。うん、そ,うそ,うそ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 う。でみんな白を勝てって思ってるわけじゃないですか。そう。ほとんど95%ぐらい。いやそんなことないよ。い<や>そうじゃなくて。いやそれは全然そんなことはなくて。ただ善玉悪玉のコロ、ね、もうなんかコロナの時にマスクをしないみたいなもんで。はい 1王を応援してる奴って実はそんないなくて、実は朝青龍ファンなのよ。だからあの、サンクチュアリの猿王の親父も朝青龍のファンだって出てくるじゃん。あそういうことこいつ憎らしいよな、だけど、いやだからあれはわざと入れてんで。あそういうことだからやっぱ朝青龍なんだよ、あいつは。だからあれ、最後の、あの、ほら、あの、雫打ちとやる時の最後の所作は、あれ朝青龍そうなんですか。こうやってなんかあるじゃん。よく聞気さす。 ええ、監督に聞いたんだよ、ええ。ああ、そういうことか。<laughs> <laughs> よく気づいたなと思ったらそうなんだ <laughs>。そう。そうなのよ、えー。はあ。だから、それとか見,見ると僕、たまたま<わ>湧くんだよ。だ例えば、千代の富士が前世だった頃の、その、それこそ北尾とか、寺尾とか、なんかそういうのいるわけいっぱい。やばそうなやつがまあ、ちょっともしかしたら勝つかもなっていうの、うん。だけども、千代の富士がもう圧倒的に強いわけよ、うん。うん、だから、もう、で、千代の富士とか69連勝、 した次の日の、あのー、69連勝かなもう,もうちょっと少なかったかなあのー、連勝中の最後の負ける日の朝まで飲んでたんだよ。千代の字は千代の字は。